アロハハワイの天方屋版です。今回はハワイ不動産売却の流れを説明していきます。売却を決めたら最初にすることはエージェント選びです。信頼できるエージェントが決まったらリスティングアグリーメントという専任媒介契約を結びます。価格、売却期間など決まったら写真撮影や必要に応じてステージングするなど物件の準備をした後、いよいよマーケットに出します。売り主の次の仕事は売主情報開示書、セラーズディスクロージャーを準備することです。5ページのこの書面は買い主に物件に関して知り得る情報を全て伝えるもので非常に重要です。正確に記入してください。オープンハウスや内覧を通じてようやくオファーが入ってきました。価格や条件が合えば契約締結となります。コンドドキュメントの提供とシロアリ検査は売り主負担で行います。これらの詳細についての説明は購入の流れのビデオで説明していますので見てください。売り主としての最後の仕事はサイニングといって最終書面に署名することです。売り主の場合は必ず交渉手続きが必要です。日本で行う場合はアメリカ大使館や東京23区内の交渉役場がいいでしょう。ちょうどハワイに滞在されている場合はエスクローのオフィスでサイニングが可能です。おめでとうございます。ハワイ物件の売却が無事終わりました。売却後は利益が出ている出ていない問わずその年のタックスリターンで申告してください。ファプタ、ハプタが源泉徴収されている場合はなおさらです。いかがでしたか？交渉力のあるエージェントを選んで大切な物件をスムーズに手放せるようにしてくださいね。それでは Until next time マハロー。